みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。はい、今回の動画は愛知県高浜市で活躍する女性鬼瓦師、通称鬼師の伊達ゆひろさんとコラボ動画です。と言いますのも、今回その女性鬼師伊達ゆひろさんとみほとけコラボで商品作らせていただきました。早速ご覧いただきましょう。それがこちらです。ドン。かわいいでしょう。いぶし銀に輝くお人形、その名も笑う瓦仏でございます。瓦なんです。鬼師の伊達ゆひろさんの手で私がイラストを描いたお寺にまつわるキャラクター5つを立体の瓦人形にしていただきました。三種瓦ですよ。このいぶし銀の輝き、そしてこの立体感、丸み、動き、見てください。そもそも今回コラボのきっかけは、株式会社森田さんにこのご縁をいただきました。森田さんはかねてよりみほとけと一緒にズダ袋を作ったり和財布を作ったりしていました。森田さんは飾れる仏像というコンセプトで、イスムというね、仏像ブランドをやっていらっしゃる会社なんですけど、私が日々お寺巡りをする中で、あ、これがあったらお寺巡りに便利だなとか、日常でちょっと和の空気で和ませられるかなとか、あ、仏様の優しいところをこうインテリアとしてお迎えしてもいいんじゃないかなみたいな、そういう私のこのやりたいって思っていたことを応援してくださっているというところなんです。で、この度森田さんが愛知県にこんな職人さんがいますよ、どうですかということで紹介してくださって、聞いた話によると、伊達ゆひろさんは元アイドルをやっていらっしゃったり、あとは同い年、みほとけと同い年なんですよ、でいらっしゃったりと、もちろん立派な職人さんなんですけども、まだまだこれから頑張っていくぞっていうところ、みほとけと超共通点と思いまして、もうぜひぜひぜひということでコラボさせていただきました。今回のこの商品は、私がイラストを描いている5つ、邪気、天上天下、唯我独尊している誕生釈迦、木魚、だるま、五光子阿弥陀というアフロヘアの阿弥陀様ですね。はい、それをかねてからイラストで別の商品、森田さんで作っている道中財布に使っていたんですけれども、このイラストめっちゃ可愛いんで、伊達ゆひろさんに立体にしていただきましょうということで、このような人形を作らせていただきました。はい、ということで、その商品の開発するにあたって、実際伊達ゆひろさんのところに行って、この商品について、また伊達さんご自身のことについてなどなどたっぷりインタビューをしてきたので、そちらをご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。4時カメラ目線じゃなくて、うん、そうですね、わかりました。はい、じゃあなんかね、近い、なんか普通の会話にしては近いですよね。緊張する感じですよね。面白い。今27歳って本当に、私もう26なんですけど、あんま変わんなくて、ちょっとびっくりしてます本当。私もなかなかいつも来られる方々が上の年齢の方が多いので、近い年齢の人で新鮮さもあり、はい、話分かる。おじいちゃんおばあちゃんとかみたいな人と安心できるんですけど。鬼瓦職人、鬼師の伊達ゆひろさんです。こんにちは、うん、こんにちは。はい、今回はですね、日頃から私がイラストで描いているキャラクターを立体のお人形にしていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかもこれが鬼瓦の粘土で作って、はい、鬼瓦と同じ焼き方で焼くっていう、瓦製品っていうふうに一応大まかには言われます。いや、私は日頃から仏像好きで、誕生釈迦っていうのは、あのお釈迦様、仏教を始めた人が生まれてすぐの姿で、こう天上と天下、天と地面を指さして、天上天下唯我独尊って言ったっていう、その説話に基づいた仏像があるんですね。それをモチーフに、よりオリジナルに可愛いキャラクターとして描いてるんですよ。なので、まあ、なんだろう、私からすると、まあ、お釈迦様っていうものの一番始まり、生まれて初めての姿をこう身近に感じていただければ、というか仏教というか、まあ、仏像とかもより身近に感じてくれるんじゃないかなっていうふうに思って、いつもこれを書いてるんですね、はい、なんですけど、どうですかこのパッと立体を目にして。すごい、あの一番最初のデザイン見せてもらった時に、すごい可愛らしいなと思って、うん、でそのまあ一体に
して型を一応作るので、型にするにはどうしようかなってことを、まあ、考えた時にこうグッと入った部分があると型で抜けないので、まあ、その部分はちょっと手直しさせていただいたりして、すごい可愛い感じだったかなと思います。あ、もう本当感動しました。自分の平面でしか描けなかったイラストがもう 3D にこうムクムクっと起き上がってくれたぐらいの、はい、本当躍動感もあり、はい、いや私個人的にはやっぱ気に入ってるのはこの口元なんですよね、はい、このちょっと斜めにこう笑ってるっていうのと口が開いてるのが、はい、まあ、天上天下唯我独尊って言ったシーンなので、なるべく口開いてたいなと思って、はい、もうそれを見事にもうなんか喋って笑ってそうな顔にしてくださったのが本当嬉しくて、はい、ここはどうですか、お顔の作りっていうのは。すごく親しみやすいような形が理想なのかなと思ったので、まああまり角張らないようにとか、まあ、しっかりハッキリ出さないといけないっていうのもあったので、しっかりハッキリ出すとこは出してっていうのは気をつけて作りました。いや嬉しい。この鼻と眉のラインもね、いい感じにこうカーブ入ってくださってて、もうこれなんだよって思いましたもん。すごい可愛いなと思いました。私もこのラインがすごい好きだったので、はい、ありがとうございます。可愛くてありがとうございます。あとどうですかね、はい、私はこの体の丸み厚みがこんなに丸く可愛くしてくださるんだと思ってしびれたんですけども、はい、どうですか今度全体的なところは。そうですね、なんかこうキャラクターなので全体的にこう丸くイメージを作った方がいいのかなっていうことで、まあ、体がこう円柱になるようなとか顔も丸いような形でっていうのが理想だったのかなと思って一応、うん、はい、作らせていただいたんですけど、本当にもういろんな角度から見ちゃいます。普段からこういう風にこう立体のお人形を作ることっていうのはあるんですか。そうですね、一応注文が入ったりして作ることはあるので、そういう時もまあうちは基本的に丸いものをっていうのが可愛らしいのかなっていうのがあるので、丸っこいような形を作らせていただいているので、まあそれと同じように今回のものも丸い方をちょっと中心的に作らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの他の全部で5つ種類あるんですけども、どれも本当丸みが素敵で、はい、もうこのカーブをずっと撫でてたいなって思うくらい本当可愛らしく作っていただきありがとうございます。はい、そうですね、 丸いとやっぱり触りたくなるとか、うん、愛着が湧くかなっていうのがあるので、カーブはかなりこだわってますね。なんかまさにこういいものを呼び寄せてくれそうな、そうですね、ポッと明るくしてくださるような、はい、そんなお人形ありがとうございます。ありがとうございます、はい。はい、ということでこちらは実際の工房にお邪魔しました。いやーすごい土の匂いがします。粘土の匂いというか、はい、すごいここにもうじゃあ一日ずっといて、はい、作品を作り続けてるっていう。そうですね、すごい、いやすごいですね。あのどうですか、最近こう作っていて、その初め衝撃を受けた師匠方というか先輩鬼師、先輩の男性鬼師さんたちからは何か言っていただきたりしますか。そうですね、まあ、あの頑張れみたいな感じで、まあ、まだまだ全然力も及ばないのでまだまだって感じですけど、うん、まあ、ちょっとずつやっていくことで上手くなれるので頑張ってねっていうふうには言われます。いや本当にその、まあ、女性鬼師ならではの膨らみとか柔らかさとか私はすごくいいなと思ったし、自分が親しんできたアニメキャラクターとすごく共通する部分を作品の中に感じるので、自分の生まれとすごく馴染みのあるもの、すごく心がほっとします。ありがとうございます。こちらこそが偉そうにすいません。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、はい、愛知県の高浜市で活躍されている女性鬼師の、はい、伊達幸洋さんにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そして伊達さんに造形していただいた目仏系のオリジナルキャラクターをそれぞれ5つですね、全部で5種類をこれから森田さんにて発売が始まりますので、ぜひそちらの方も応援よろしくお願いします。チェックしてください。はい、そして詳しくは森田さんのホームページをご覧ください。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。